皆様おはようございます。最初にヨハネによる福音書15章16節を読みいたします。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。2020年の22年の夏につまずいて転倒し、背骨を骨折いたしました。緊急入院、手術をして1ヶ月の入院を体験いたしました。当時私は神戸で一人暮らしをしていましたが、大阪に嫁いでおります娘が、もう神戸での一人暮らしは無理だと、自分の家の近くにマンションを見つけてくれまして、おいては子に従えの通りに大阪人となりました。そして大阪センター協会のお仲間に入れていただくことになりました。東京衛生病院併設の天沼教会でバプテスマを受けてから早66年になりました。キリスト教との出会いはメソジストのミッションスクール福岡女学院においてでした。その後、神様のお導きで聖書に忠実に従うセブンスデーアドベンチストに加えていただき、長い信仰生活を支えていただきました。大阪に参りましてから右も左も分からず、何度か道に迷ったりもしましたが、このような愚か者ですが、私にできることを与えてくださいと祈っておりました。まもなく東教会の矢野よし子さんと小林道さんからお一人ずつの姉妹を紹介され、導いてあげてくださいとの依頼がありました。私にできることだろうかと戸惑いましたが、お祈りをしていたことの神様からの応答ではないのかと思い、お受けすることにいたしました。預言の声の12課からなるバイブルスクール入門講座を取り寄せて、お一人は遠方で教会に来れないので郵送で、もう一人は電車で一駅のところを毎週通い、共に学んでまいりました。預言の声はキリスト教の触りのようなものでしたので、次に小島引退牧師のお書きになった26課からなる教理講座を同様にして学び、この7月、先月いっぱいで終了いたしました。終わりの方の学びはダニエル書や黙示録の預言が扱われていましたので、難しくなってまいりましたが、いつかつながる時が来ることを願って学びました。最後の仕上げを劉牧師先生にお願いしております。郵送の方もこのあたりの学びになりますと少々お返事が遅くなってまいりましたが、机の上に置いておくと、いつの間にか同じカトリックの信者さんであるご主人が呼んでおられるそうで、神様のお計らいに感動しております。その後、今までのカトリックの理解と随分違うので、心を痛めながらもしっかり学んでくださいました。そして長年確執のあったご主人と良い関係になられたことをお聞きしまして、神様の働きに感謝しております。神様はこのようにして小さな学びを導いてくださいました。こうした資料を通しての学びなら誰にでもできる奉仕であり、皆様も新しく信仰に入られた方とお知り合いでしたら、ぜひご一緒に学ばれることをお勧めしたいと思います。自分の学び直しにも有益であることがよくわかりました。お経の写経というのがありますが、お宅に伺っております方の姉妹にも
聖書の写経をお勧めしています。先日イエス様誕生のいきさつを学んでいましたときに、あ、それは知ってる、前に書いた覚えがあると言われて感動いたしました。このようにしてつながっていくことに嬉しくなりました。皆様にもわずか1ページずつでもお勧めしたいと思います。祈りながら写経をすることで心に残っていくことを体験いたしました。また私も書きながら予言された今に再び来るであろうクリスチャン弾圧の時に、たとえ聖書を取り上げられたとしても御言葉が手元にしっかりと残っているとは、なんと祝福なことかと思います。私の夫は父親を早くに亡くして、またその父親の姉であるおばも子供のないままにその後亡くなりましたので、その伴侶であるおじは天涯孤独となり、後に夫の母と結婚して私たちは一緒に住んでいました。そのおじが年老いて病に倒れ入院しましたが、家で最後を迎えたいとの意思で家に迎えることになりました。当時西日本教区は西宮にあり、教区長は柴田英二先生でした。先生においでいただいて、枕元でイエス様の救いについて話していただきました。おじは素直に真理を受け入れて亡くなりました。このおじは幼少期に両親を亡くし、多少の財産とともに父親の弟に引き取られましたが、弟の家族のために全ての財産を使われ、苦学して歯科医師になった人でした。東京で一人暮らしをしていた時、寂しさからキリスト教会に時々通って慰めを得ていたそうです。一粒の麦死なずばとか、当時覚えた聖書の言葉を私に話されたこともありました。長らく地域の保護士としての奉仕もされた方でした。おじはこうして若き日に神様に出会っていたのです。このような体験が人生の終わりに神様を受け入れる下地ができていたことを思い、いつか芽を出す御言葉の種をまくことの大切さを体験いたしました。このようなこともありました。神戸に住んでおりました時、お隣さんご夫妻とある年の暮れにお出会いしておしゃべりをしていました。神戸では有名な生田神社に毎年初詣に行かれるそうですが、参拝者が多くて長い長い列ができて、なかなか拝殿までたどり着けないのですと言われました。私は思わず、それでは私たちの教会に初詣にいらっしゃいませんか、すぐに入れますよと言いますと、本当に間もなくの元旦に教会に出席され、続けて教会に来るようになられ、ついにご夫妻でバプテスマを受けられました。教会の皆様が温かく迎え入れてくださり、今ではご主人は羊さんになっておられます。神様のなさることに驚きました。最近では牧師さんを志す方が少なくなり、既存の牧師さん方が4つも5つもの教会集会所の責任を持たれる時代になってきております。信徒の働きがますます必要とされる時代となってまいりました。大阪センターでは、大阪センター教会ではいくつかのグループが自発的にホワイト夫人の書籍の輪読会や聖書の勉強会を持っておられることを伺いまして、さすがにと感心しています。良き実が結ばれますことをお祈りいたします。最後に今日の光からエレン・ホワイトの言葉を紹介いたします。私たちは主が私たちを導かれた方法と過去の歴史における主の教えを忘れない限り、将来に対して恐れるものは何もない。
皆様の上に、また皆様のご家族の上に、神様の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。私は、今77歳になったんですが、ちょうど10年前に67歳の時にですね、ジストという、悪性腫瘍ができまして、その手術を受け、驚くべき主の御業を体験しました。それについて明かしさせていただきます。どういうわけかですね、67歳の時に、体調の異変に気がつきました。息切れがですね、するようになりました。肺活量が、老化によってですね、肺活量が落ちたのかなと感じてたんですが、マンションのですね、5階まで登るとですね、息切れすると。でテニス同好会でですね、テニスを1ゲームやってもですね、非常に疲れて、またこれも息切れすると。で散歩で坂道を歩くとですね、息切れがすると。そういうことは今まで体験したことがなかったもんですから、なんかおかしいなと思いました。体調がおかしいなと。でこの頃ですね、実際は血便もあったんですが、血便というのの知識がですね、赤い便が出ると思っているものですから、そんな便は出てないものですから、血便にですね、気がつかなかったと。でそのためにですね、大切な情報を与えていただきながらですね、生かすことができなかったということでですね、発見が手遅れたわけですね。でなぜ入院したかと言いますと、会社を退職するときにですね、健康診断で、糖尿病になりかけているのでですね、糖尿病の治療を受けるように内科を紹介してもらいました。そこで2ヶ月に1回定期検診していたんですが、そこのですね、内科医に、相談しました。で体調異変を相談しますとですね、非常に危険な兆候であるので、紹介状を書くからですね、すぐにベルランド病院、精密検査を受けるようにアドバイスを受けました。で紹介されたですね、ベルランド病院で検査を受けますと、即入院です。貧血を起こしており、赤血球がですね、通常の人の半分しかないということでですね、緊急に輸血が必要だということになりました。なぜそういうことが起きているのかですね、原因を調べるためにレントゲンやですね、MRI 検査をしまして、その結果ですね、10万人からですね、20万人に1人しかかからないというようなですね、珍しい病気なんですが、ジストとですね、
という病気になりました。このジストというのはですね、胃腸膜のですね、下にある腫瘍ということでですね、この胃腸などの消化器官にはですね、内側に粘膜があって、その下にですね、こういうような、内側にですね、粘膜があって、この内側にの粘膜にですね、できる腫瘍をがんというらしいです。で、私のジストというのはですね、この胃腸のこの筋肉層ですね、ここにできたんですね。これをですね、ジストということです。で、このジストというのはですね、60代から70代の方がかかって、大体がこのですね、胃にできる、胃腸にですね、60% から 70% できるらしいです。私の腫瘍はですね、この入り口にできていました。で、そのためにですね、この、まあ、このどういう腫瘍だったかといいますと、この胃腸の近くにできた腫瘍でしたが、手術でですね、胃腸の3分の1を除去しました。これは、除去した悪性腫瘍はですね、直径が18センチ、重さが2500グラムであるですね、非常に大きな腫瘍でした。大体腫瘍はですね、5センチぐらいでも大きいと言われているんですが、私の腫瘍はその3倍ぐらいの、3倍以上の大きさがあったわけですね。で、なぜそんな大きなですね、腫瘍が発見できなかったのかという問題があるわけですが、肺の肋骨にですね、包まれて成長していたと。で、外見に出てこないと。しかもそんな腫瘍が出ていてもですね、食欲も変わらず、痛みもないためにですね、発見が、自覚症状がないために遅れたんですね。で、どういうようなですね、手術を受けたかといいますと、通常はこういう腫瘍は、内視鏡を使ってですね、手術するのが普通らしいんですが、こんな大きな腫瘍をですね、内視鏡ではできませんので、外科手術となります。で、外科手術のためにですね、お腹をですね、縦方向に開腹しまして、8時間かかるですね、全身麻酔を、骨髄を通して、行ったわけですが、8時間かかる大手術になりました。こういうふうにですね、麻酔して8時間もかかるとですね、体が全然動きませんので、エコノミー症候群というのになるらしいんです。で、そのエコノミー症候群を防ぐためにですね、ストッキングを履いてですね、対策して手術してきました。胃はですね、3分の1、膵臓はね、半分、それから、除去することになりました。で、糖尿病ですので、インスリンを製造するこの、膵臓が半分になったためにですね、今もうインシュリンを注射をですね打ちながら、治療薬を飲んで糖尿病の治療を行っています。で、このような成長速度が大きい悪性腫瘍のを患えばですね、普通なら死んでしまうわけですが、この私はですね、幸いに、助かったと、いうことでですね、これが、驚くべき、主の御業だなと私は感じています。これが一つです。で、次にですね、
私はこの治療1ヶ月この手術が終わってですね、術後1ヶ月して体力が回復した時にですね、この、成長速度が非常に速い悪性腫瘍ですので、この再発対策としてですね、早期に抗がん剤必要が必要で、抗がん剤治療が必要ですということでですね、特効薬がですね、開発された、グリベックという特効薬が開発されたので、それを使って治療しましょうということでですね、それを使えば、生存率が 40% からですね 80% に改善できますということで、その治療を受けることになりました。この治療薬は非常に効果でですね、1日4錠飲むんですが、それを30日続ければ12万円かかるというような高価な薬品でした。そしてどうなったかといいますと、2ヶ月薬を飲み続けた結果ですね、湿疹とむくみの状況がひどくなりまして、皮膚科の専門医がですね、近代病院からそのベルランドに来ていまして、ベルランドでは治療できないためですね、近代病院へ転院してですね、近代病院で悪害治療を行うことになりました。で、こういう非常に大きな悪害だったんですが、後でですね、私はこういう悪害になるというのは、私は被害者ですので、これはちょっとセカンドオピニオンをですね、やってもらう必要があるなと感じてですね、阪大病院でセカンドオピニオンを受けたわけなんですが、そしたらですね、100人に1人というですね、異常体質者のためにですね、あなたにこの特効薬は効かないだけで、医者もですね、この製薬会社も何の責任もありませんというようなですね、非常にこの、本当は製造責任というのがあるはずなんですが、まあ今そういうふうに、私の異常体質のためにダメであるということですね。で、この特効薬はですね、適用できないと判断された時点で、まあ5年以内にいつ死んでもおかしくないと、まあ医学からですね、見放された生き方をしてきたわけですが、今5年以上の2倍以上ですね、生きて健康です。これがですね、驚くべき、宮沢の2番目です。で、しかし近代病院でもですね、薬害によるアレルギーがなかなか治療効果が現れませんでした。3ヶ月ぐらい入院していたんですが、ますます悪化するような状態になってですね、全身が、湿疹で覆われてですね、特に顔面とですね、頭部にはニキビみたいな吹き出物があって、その吹き出物からですね、透明な液体がにじみ出してですね、拭っても拭ってもキリがない状態でした。で、売店にですね、キッシュを買いに行きますと、エレベーターを使っていくんですが、エレベーターに乗ってる患者さんがですね、私の顔を見てみんな驚いてですね、顔を背けるんですね。非常に惨憺たるですね、患者になっていたわけです。で、それで、弟もですね、弟夫妻も見舞いに来まして、鹿児島の姉たちにですね、兄貴の顔がひどく醜い姿に変わって涙なしには見ることができないと弟は伝えたそうです。また近代病院でもですね、
皮膚科の教授がこれほどあの薬害患者の例はないのですね、今後の研究症例として記録するので、あなたを全身撮影させてくださいというですね、依頼を受けたほど大変な薬害でした。まあ、顔面の状態が収まってですね、包帯が取れた時に主治医の説明があったんですが、顔にですねケロイドが残る可能性があるということを予告されました。で、まあ、この湿疹治療にはですねステロイド剤を使用します。でステロイド剤というのはですね、糖尿病患者にはですね非常に血糖値が上がる薬品です。で、まあ、そう糖尿病患者であるけど今はこのアレルギー症状対策は優先しますということでですね、インシュリン注射を打ちながらですね私は治療を受けたわけです。それでもですね近代病院を退院する頃には左足首がですね糖尿病で末梢神経がやられて、正常には歩けなくなりました。 しょっちゅう転ぶんですね。そういうようなですね、半身不随っていうか、それも半身不随じゃないですけど歩けないと、びっこ引きながら歩いて転ぶというようなですね状況でした。で、ただ顔面に残るケロイドが残るよと言われたことはですね現れずに退院できました。で、まあ、この左足の麻痺もですね退院後にですね周辺の遊歩道を転びながら散歩しているうちに自然と治っていました。これがですね私が体験して家族弟夫妻がですね自分で目で見て医者から聞いた驚くべき3つ目の見業です。私は顔にひどいケロイドが残ってですね糖尿病で麻痺した左足を引きずりながらの健康状態であれば、その後社会復帰活動にですねどんな影響が出てたのか自分では想像できません。ですが皆さんもご存知のように私はいつの間にかですね元通りの健康体に回復されていました。非常にありがたいことでした。終わりにですね、まあ、今私たちは、人生100年時代を迎えていまして、私たちの教会にもですね100歳を超える方は何人もいらっしゃいます。私もですね、こういうような100歳を迎える100歳時代になりましたので、健康とですね老化管理という意味で、テニスはですね週3回で、ハイキングは月1回、男性シニアコーラスを 毎日曜日に1回ですね、やっています。これらはですね全て私と同じ年齢の方がやっておられます。皆さん元気でですね、私は皆さんの元気にですね少しでも自分もあやかりたいという思いで、続けています。私が一番福音を伝えたい娘夫婦や弟夫妻はですねこの全ての御業の目撃者です。私と家内が今家族に福音を伝え伝道するまでには至っていないんですが、時が来ればですね必ず主が私の家族を導いてくださると信じています。私はこの手術を体験してですね2つのですね御言葉は、本当に大切な御言葉ですが、真理であることを再確認しました。一つはイザヤの41章の実節ですね、恐れてはならない、私はあなたと共にいると、私は主がですねいつも共にいてくださるということを信じて
うちに入院しててもですね、慌てたり、おじけづいたりすることがなくてですね、感謝です。それとは2番目にですね、ヨハネ5の17にありますが、私の父は今に至るまで生きて働いておられるとあります。主は今でもですね、生きて働いておられると。別にこれは私だけじゃなくてですね、皆さんにも働いておられるんですが、皆さんがそれをどう感じられるかだと思います。それから、教会の皆様のですね、祈りの、この御業というのは皆多様であると感謝しています。私が闘病中の際にですね、教会の兄弟姉妹の皆様がお祈りしてくださったことを私は知っています。その祈りに主が応えてくださって、このような御業で応えてくださったことを心から感謝しています。で、最後にですね、瞑想の言葉を読んで終わりにしたいと思います。キリストの誠実さについて我々が告白することは、キリストを世に表すために天の選ばれた方法である。我々は昔の聖人たちを通して知らされた神の恩恵を告白すべきであるが、しかし最も効果があるのは我々自身の経験による証である。神の力の働きを自分自身の中に表すとき、我々は神の証人であると。このような尊い告白によってですね、神の恵みの栄光を賛美することは、それがクリスチャン生活によって裏付けられるとき、抵抗することのないできない力を持って魂の救いのために働くのであると、ホワイト夫人は書いておられます。新、各時代の希望第36章信仰の癒しに書いてあります。ありがとうございました。お明かしさせていただきます。まずお祈りから。御在天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。今日この場であなた様の御言葉についてお明かしできるチャンスをお与えくださった神様に感謝いたします。どうぞ私が正しくお明かしできますよう、そばにいて助けてくださいますようお願いいたします。私はバプテスマを受けて22年になりました。初めから今日に至るまで、私がそうせねばと日々思って努力している聖句があります。それはマタイ5の16、新共同訳でお読みします。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。私はイエス様を知っていただく方法はこれしかないと思ってきたのです。私がまず考えたのは、家族、親しい友達の中での言動行動に気をつけて、御言葉に沿って暮らすということに努力をするということです。立派な御言葉を並べても自分の生き様が伴わなければ誰もついてきてくれないと思ったからです。そう思いながらも何年も月日は経ってしまいました。今まだ家族の一人も導けていません。私はダメだなといつも思っているのですが、つい最近、長年お付き合いしているこの教会の岩城さゆりさんから、私が普段考えているお手本のようなお話を聞きました。ご本人は
最近こんなことがあったのよと何気なく話されたのですが、私はすごく感動して、ぜひ皆様にも聞いていただきたいと琵琶湖さんの許可をいただき、今日この場で聞いていただくことになりました。それはある日、琵琶湖さんがお家の前におられた時、チリンチリンと自転車に乗った女の人が近づいてきて、奥さんとこただで英語を教えてくれるんやてね、うちの子を来させるから教えたってというなり、こちらの返事も聞かずにさっさとまた自転車に乗って行ってしまいました。琵琶湖さんはあっけに取られ何も言えなかったそうです。彼女は確かに何人かの子どもたちに英語を教えておられました。しかしボランティアではありませんでした。あくる日、その中学1年だったそうですが、その子がやってきました。しかも弟まで連れて。それからきっちり2人は3年間通ってきたそうです。岩木さんはドリルも買い与え、心を込めて教えられたそうです。その後どこかの学校に入学できたのでしょう。どこに入ったのかもわからなかったし、そのお母さんからの一言の挨拶もなかったそうです。私は3年間も兄弟2人の英語のお勉強を見てもらって、お礼の一つ言わない人がいるのかとまず驚きました。それから何年も過ぎ、彼女はその子供たちのことはすっかり忘れていたそうです。ところが最近地元の郵便局へ行った時のことです。先生お久しぶりですと声をかけられたのです。はじめ誰かわからなかったのですが、その節はお世話になりました、今は実家の仕事をしていますと名刺を出してきて、何かその頃のことを他のお客さんもいる郵便局の中で説明しようとしたので、恥ずかしいので早々に帰られたそうです。そして違う日に郵便局に行った時に局長さんが教えてくれたそうです。あれからその青年は皆さんのいる前で、昔自分にただで英語を3年間も教えてくれた先生なんですと詳しく説明したそうです。そこではどんな話が出たのか分かりません。これは私の想像なんですが、その青年のうちは自営業をなさっているようなんですが、その頃その子供のうちはお仕事がうまくいっていなかったのかもしれません。でもお母さんは高校に向けて塾に行かせたかった、でもお月謝が払えないで困っていた。ちょうどそんな時、岩木さんの間違った情報を聞いてこられたのかなと、子供たちはその後 何も事情を知らないまま3年間教えてもらって高校にも入れたわけです。大人になって自分が仕事をし賃金を売る立場になった時、岩木さんのなさったことがどれだけ大変でありえないことだったと気づいたんだと思います。それでずっと心の中に感謝の気持ちを忘れずに持っておられたのでしょう。皆さんにその事情を話されたのです。岩木さんは帰られてその場にはいませんでしたが、窓口に座っている若い女の局員さんが涙を流して聞いておられたと、後に局長さんから聞かれたそうです。その場にいた皆さんが感動されたのだと思います。私はこの話こそいつも私が心に持っている聖句そのものではないかと思ったのです。その岩木さんのされた行動が人々の前に輝かされたのです。その涙された若い局員さんはその行いを知り、クリスチャンはなんて素晴らしいのでしょうと思われたのに違いありません。
神様はこのような行いこそ人を感動させることですよと私に教えてくださったような気がしました。私も感動させるほどの行いはなかなかできなくても、家族からも知り合いからも信頼される行動言動に気をつけ日々暮らさなければと改めて思ったお話でした。